6分で解説。ウミアメンボって何？海洋の表面にウミアメンボという生き物がいるのを知っているかな？田んぼ等に住むアメンボの仲間で、海に住んでいるアメンボは170種ほどいるとされているんだ。さらにその中から海洋に住んでいるのは世界中に5種類と言われているぜ。ウミアメンボは世界中の熱帯温帯の海に生息していて、動物プランクトンを食べていると考えられているぜ。しかし研究がまだ進んでおらず、実験でハダカイワシを食べたという報告はあるが詳しいことはまだよくわかっていないんだ。ウミアメンボは海洋の表面を漂っていて、産卵も海の表面で行うぜ。ウミアメンボについて記載した論文では、海鳥の羽とナイロン製のロープに産卵したことが明らかとなっているぜ。海の表面の流れに卵や成体が流されながら生息域を拡散しているんだ。太平洋の全域がこの昆虫の生息域になるわけだからとっても広い範囲なんだぜ。今回はここまで。他の動画もよろしくなんだぜ。